を作る？親玉は奥にいる。小型を蹴散らして進むぞ。行くぞ。さて、燃えてきた。ここは私に任せたまえ。雷竜砲戦撃、力のパルファム、ひらめき無限大。よし、ガリューの絶海楽勝楽勝。やられる覚悟はできてんだろうな。雷竜砲戦撃、力のパルファム、ひらめき無限大。レイジングボルト、出直してこい。全部タッコイケメンこそが正義。勝利という名のパルファムを。ワリア！ワリア！よっしゃ！
行っちゃいくか。雷竜のアグト、やっ、カリューのでっかい、レイジングボルト、出直してこい。覚悟はできてんだろうな。雷竜砲剣撃、出直してこい。スレイヤーの本領が試されるな。しゃあ、一匹目のドラゴン燃えてきた。いつもの調子でやればいいか。なんだ、貴様は。暴れたんねえぞ。
この感じ、まさか。いや、ありえん。しかし、この感じは、まさしく。炎竜王、イグニール、小僧、お前は一体、イグニールとどんな関係だ？イグニール？お前、イグニールを知ってるのか？我が友にして、炎竜の王。そっか、イグニールは俺の父ちゃんだ。イグニール、そういうことか。イグニールの子よ、お前の目的は何だ？ドラゴンを呼び出してめちゃくちゃにした奴がいる。俺はそいつを倒す。なるほど、そやつは我らを魔法で操っているようだ。倒せばこの魔法も解けるかもしれん。いいのか？我が友のことあらば拒む理由がない。ありがとう。
がとう。ルーシーさん、どいつから食ってやるか。ジルコニス、私たちと話したの無駄よ。私たちが話したジルコニスは大昔に死んだジルコニスの亡霊。でも夏の声聞いたでしょ。ドラゴンを倒せるのは今この場にいるドラゴンスレイヤーはあんただけなのよ。決めた。全員まとめて食ってやる。人間はうまい、服はまずいんだ。だから消してやったぞ。今の魔法ですか。そうだ、ドラゴンは皆魔法を使える。人間の尊厳を奪うためにな。私の使う魔法はあなたを倒す魔法です。我を倒す魔法だと。姫、服をお持ちしました。ひどい目にあったわ。アクエリアス、これ
物流奥義召喚天空戦テイクオンサタンソウル一人これがドラゴンの力なんとかしないでこのままじゃ人間ではドラゴンに勝てない諦めちゃダメルーシーさんみんな頑張ってるんだ私たちも負けてられない金髪あんたレイボンテールのごめんねも戦うからフレアうん人間の意地見せてあげましょうんまたエザがドラゴンスレイヤーでなければドラゴンは倒せない我々は小型をカルトしようエルザは休んでなその怪我じゃ問題ない手を貸そうかジェラール結構だ他に回ってくれそうか弱いすら吐けないのか私はそんなに強さなんかじゃないとジェラールエルザ手を貸すよすまないすまんな行くぞ
決戦。よし。相手になって。相手になって。相手になって。ハッソ、中神の鎧。報いを受けよ、中神聖祭。ミーティア。やったな。いたぞ、ドラゴンの小型だ。俺が援護する。ああ、任せろ。エルザ、任せたぞ。カッソ、行くぞ。ペンタグラムソード。天体魔法フレアです。フォトンスライド。カソ、ミニティソード。カソ、ミニティソード。カソ、行くぞ。エンタグラムソード。ミーティア。受けよ、
ぞ。ミニティーソード。倒しきれんぞ。問題ない。カグル、助けてくれるのか。勘違いするな。お前を許したわけではない。エルザにかつての恩を返しに来ただけだ。ああ、それで構わない。確実に一匹ずつ仕留めていこう。ああ、それに。出てきた。さしずめ親玉といったところか。行くぞ、関東。行くぞ、覚悟せよ。抜かぬ。覚悟しろ。行くぞ、ミーティア。関東、覚悟せよ。すぐ回復。覚悟しろ。ショーの方。眠れ。行くぞ。魔法陣。ミカグラ。カット。覚悟せよ。抜かぬ。覚悟しろ。ミーティア。かわいい。小型を一掃できたようだ、カグラ。感謝する。礼など無用だ。ミリアナ。待て、ミリアナ。いいんだ、エルザ。よくない。私はジェラールを許した。そんなことをしても何も残らん。何も得られんぞ。そうね、間違ってるわ。ウルティア、そもそもジェラールを恨むこと自体見当外れだわ。ジェラールを陰で操っていた女よ。よせ、ウルティア。私はそういう女。
やっぱりダメね。いくら正義の味方ごっこをやっても私。何かあったのか。別に。それよりこんなとこでボサッとしてる場合じゃないわ。小型のドラゴンがまだうようよいる。手分けして倒しましょう。それとね、猫ちゃん、シモンを殺したのは私、楽園の塔を作らせたのも私。恨みがあるのなら生き残りなさい。後でたっぷり相手してあげる。あいつも本当は被害者だ。幼い頃から正しいことを教わってこなかった。どうかしてるよ。それでもこの世界で生きていくんだ。何の話だ。俺は王になどなりたくない。誰の命令で動いている。そんなバカ。真実だ。全て知る。俺はもう一つの可能性の身だ。お前の影。黙れ黙れ黙れ。動いちゃダメよ、ルーシー。ルーシー、くそ。さっきのやつは誰なの。ローグって言ってた。7年後の。もう一人の未来人ってわけね。目的は。わからねえ。敵なの。ルーシーは相当な魔導士に成長してるみたいね、ローグ。でも未来というなら弱点はある。この時代のローグを殺せば未来のローグは存在しなくなる。でもタイムパラドックスを突き詰めていくと、未来のローグが存在している以上、過去においてローグは絶対殺せないという説もある。それは時が正常に流れている場合。今は時が乱れてる。未来ルーシーや時の乱れを知る私たちは全て正常を破る虚数。じゃあ可能性は高いわ。現在のローグを殺せば未来のローグは消滅する。未来のローグが消滅すればそこにいるルーシーも、もしかして。怒りに身を任せてはダメ。違う。未来のローグ、どこかで道を間違えたんだ。あれは今のローグじゃねえ。今のローグには何の罪もねえだろ。殺すとか。そうね。約束するわ。現在の夏。
ローグが今回の剣の全てのトリガーになっている。つまりローグが未来から来なければドラゴンは襲ってこなかった。元に戻すにはローグを殺すしかない。ボケっとしてんだ。スティング、手貸してやる。行くぞ。お前一頭倒したのか。いや、連れてきちまった。何, 笑い事か。なんだかんだ言ってもコンビってことだ。総竜の力見せてやろうぜ。ああ、そうさ、こいつがいる限り大丈夫。俺が悪に染まるなら必ず光が俺を殺すだろう。思いとどまった。殺さなかった。だけどそこじゃない。私は何の罪もない人間を殺極めて短絡的に人の命を消そうとした。私はやっぱり変わってない。何が魔女の罪。私の罪は私も行くぞ。ジュリアン。はい、グレイ様のためなら。グレイ、俺たちも協力させてもらうぞ。リオン、それにシェリア。ギルドは違えど、ジュビアの危機となれば話は別だ。世界の危機だろ。そういうわけでラミアスケールも一緒に戦うよ。守ります、うん、私に任せて。アイスメイク、アイスブリンガー、天神のドボン、アイスメイク、イーグル、ウォーターハーネス。ジュリア、愛してる？アイスメイクフロア、天神のドボン、アイスメイクコールドエクスカイバー。よし、俺たちの勝ちだ。グレイ、さあ行きましょう。アイスメイク、アイスブリンガー、天神のドボン、天神のドボン、アイスメイクエイブ。
よし、これでおしまいだ。任せろ。肩慣らしにはちょうどいい。アイスメイク、アイスブリンガー、天神のドボーン。はっ、行きます。ウォーターカーネン。さて、アイスメイクカンバー。よし、俺たちの勝ちだ。ありがとう。よし、小型がいた。はい、グレー様。行くぞ。アイスメイク、アイスブリンガー、天神だ。アイスメイク、行きます。行くぞ。ウォーターサイクロン。アイスメイク、行きます。行こう。ウォータースライダー。アイスメイクフロア。審判もしきたりにより、貴様に3つ数えるまでの猶予を与える。1つ、2つ、3つ。そこまで。フェアリーロー発動。結構な数じゃないか、グレイ。もうへばったか。そういうお前も余裕なさそうだな。旦那と演武から連戦で魔力が尽きかけてる。これ以上戦いが長引いたら。諦めるのはまだ早いわ。ウルティア、どうしてウルティアが。話は後よ。こいつらを始末してからにしましょう。何をしても私の罪は許されることはない。今、フラッシュフォワード。こんなんじゃ足りないのよ。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア、お前に一つ言っておきたいことがある。ジュビーン。何の話ですか。いや、大したことじゃねえんだけど。ジュビアには大したことかもしれません。これってもしかして愛の告白なんじゃ。ジュビア！あれ？いやー！グレイ！グレイ！
私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か。今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に。私の時が戻っ、一分、私の命の代価が一分だけ。そんな、私は誰一人として救えなかった。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア。なんだ今の。俺が殺される。ジュビアも見ました。なんだよ突然。自分の死ぬ幻覚とか不気味すぎんぞ。あの辺りから小型が現れて。本当に来やがった。どうなってる。誰かが教えてくれたのか。誰が。鉄竜の猛攻。鉄竜の猛攻。右、こっちか。なんだ、一瞬ヤツの動きが見えた。その一分は人類の反撃の起点となった。今のは一瞬未来が見えたような。シャルルの力か。私じゃないわ。オイラでもないよ。それは分かってる。姫、ここは魔導士たちに任せて引きましょう。いいえ、ここにいさせてください。私には見守る義務があるのです。ルーシー様、未来の私のメモ帳なの。ここを見て。万が一この時代においてエクリプスが破壊された場合、未来においてエクリプスは存在しない。連鎖。これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょ。すると未来はエクリプスが破壊された未来に塗り替えられる。未来にエクリプスが存在しなければローグはこの時代へ来る手段がない。そうか、ローグが未来から来なければこの世界は本来の歴史に戻るはず。しかし、すでに起きてしまったことを止められる。うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。この巨大な建造物を。ありったけの魔力をぶつけるしかないわね。はい。
びくともしない。魔力耐性の強いマギナニウム合金を使っている。簡単に破壊など。よし、未来のローグをぶっ飛ばしに行くか。お前に従おう。我が力を使うがよい。よろしくな、おっちゃん。守るぞ。